おはようございます。ということでね、今日はですね、この間買ったねスパイクのレビューをしつつね、一日ね Vlog 撮っていきたいと思います。またねスパイクを買ってしまいました。ただね、今回買ったスパイクめちゃくちゃいいものでね、なんか改めてそのスパイクの良さに気づかされたじゃないですけど、思わず買ってしまいましたね。今日ね、ソサイチのね練習試合なんですけど、まあ07のね、大敗から、まあ、チームとしてねどう、修正できるかっていうのが今日めちゃくちゃ、課題だと思うんで、まあ、しっかりね、試合に勝利しつつ、しっかりとね、デビューもねしていきたいなと思っております。はい、それではね一日やっていきたいと思います。いきましょう。しYouTube やってる。やめてください。よし、集まって。集合。寿司食えないの？刺身が苦手なんですよ。食べ出して。はい、練習試合の方終わってね、今昼飯食って、まあ、これからですね夜ちょっと予定があるんですけど、それまで時間あるんでね、ちょっとね動画編集などねしながらね時間潰していきたいなと思います。はい、じゃあねいきたいと思います。いきましょう。しょ、ようこそアスリートハウスへ。さすがっすね。すげえな、マジで。ちゃんと部屋紹介したいぐらいだもん。アスリートハウスということで、はい、招待者さん限定ってことでいいですか？招待者さん、はい、招待者さん、ちょっと待って、俺はもう日本語が招待者さん限定ってさ、どういうこと？そりゃそうでしょ。招待された方限定ですかね。紹介された人、紹介された人がちょっと日本語が不自由で、もう熱中症で昼間やられてるんでね、いつもお世話になってます。はい、いやいや、偉そうに俺の今 SNS をチェックしてもらってます。めっちゃ恥ずかしいんだけど、それ見られながらやるの。ガソリン入れて帰りまーす。
す。はい、自宅の方にね帰ってきました。今日はですね、一日の Vlog を撮りつつ、ズーアルファエリートのレビュー動画ということで、ね、撮らせていただきました。マジでこのスパイク神。まあ、自分ですね、赤のミズノアルファのエリートを買ったんですけど、昔に。そっから、まあ、1年ぶりぐらいですかね、多分買ったの。改めて履いてみたら、めちゃくちゃいいスパイクだなと思って、売れ直しました、こちらのスパイク。まあ、今回ね、ゴールドはね、かっこいいですね、普通に。シンプルにかっこいい。ね、これの特徴として、まあ、前回も話したかもしれないんですけど、まずこのポイント、この HG ソールですね、こちら。全グランド対応ってことで、人工芝もそうですし、土でも使えますし、天然芝でも、ね、多分全然スタッド刺さると思います。やっぱり日本のアマチュア選手がやる環境って、人工芝一つにしても長さだったりっていうのが会場によってマジ全然違うんで、本当にどのグランでも万能に履けるスパイクってなんだろうなって改めて、まあ、いろんなスパイク買って、試しましたけど、この水のアルファでした。マジで自分結構足幅狭いんですけど、結構タイトめに作られてるんで、この水のアルファのエディートの方は。パパンだとちょっと自分幅がちょっと大きく感じちゃって、まあ、足幅狭い人はぜひエリート買ってみてください。まあ、ジャパンとエリートの何が違うかっていうと、パパンはカーボンが入ってるんですよ。エリートカーボン入ってなくて、まあ、そこぐらいですかね、違いは。プリントのスタッドとかも多分一緒だと思うんですけど、とにかくこのスタッドはめちゃくちゃ刺さりがいいです。まあ、動画見てる方々の中にももしかしたらいると思うんですよね。そのグランド人工芝だけど、なんかあんまり良くない人工芝とか。ピッチによっては、端側のピッチはめっちゃ芝立ってるけど、真ん中は全然寝ちゃってるとか、そういうグランドとかも多分東京とかは結構あるんじゃないですか。神奈川も結構あります。そういったグランドにめちゃくちゃ対応してるスパイクなんで、本当にどこでも使えます。このアッパーが革じゃないんで、人工比較なんで、まあ、比較的伸びづらいですし、その常にこうフィット感を求めてじゃないですけど、常にこうタイトに履きたい人なんかはこのスパイクマジでいいと思います。ぜひ試してみてください。ということでね、まあ、ちょっと今スパイク汚いですけど、ちょっとこんな感じでレビューを終わっていきたいなと思います。まあ、自分結構スパイク買いすぎだって多分ね皆さん思ってると思うんですけど、もうそろそろスパイクマニアに走ろうか、もう今回のこのスパイクでしばらく買うのやめようか迷ってます。まあ、多分ねまた買うでしょうスパイクね。はい、あのスパイク普通に好きなんですよね。なんかスニーカーコレクターとしてスパイク集めるの好きで、わかる人いたらコメントしてください。ぜひよろしくお願いします。まあ、このスパイクのレビュー以外にも今日はですね、僕の大切な友人と、まあ、打ち合わせみたいな形で、あることをねお話ししてきてね、まあ、近々ね発表できるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、レイブ・ユナイテッド関連で、まあ、大きな動きがありますので、皆さんぜひ、レイブ・ユナイテッドの今後にもねぜひ注目していただけたらなと思っております。よろしくお願いします。マジで絶賛、選手も募集中ですし、マネージャーも募集してます。ご興味ある方はぜひ、僕のインスタグラムだったりツイッターでも何でもいいのでね、お問い合わせいただけたらなと思っております。ぜひ応募待ってます。お願いいたします。ではね、明日またね、サッカーの練習試合の方がありまして、今日はね終わっていきたいなと思っております。いつもね動画のご視聴本当にありがとうございます。引き続きね水島祐希の応援のほどよろしくお願いいたします。では皆さん、また次の動画で会いましょう。 See you again.